さあ皆さんこんにちは。ライザのアトリエ3がついに発売となりました。皆さんこちらのゲームはプレイしておりますか？どうでしょうか？おそらく多くの方がプレイされているんじゃないかなと思うんですが、今日の動画の内容としましては、現時点でプレイ時間が30時間から40時間っていうところで、かなりですねやり込んでいるわけですが、ただ動画のために結構時間を割いてるから、実際のプレイ時間ってどうなんだろうね。まあちょっとそこは置いといて、今30時間から40時間程度で、進捗としましてはこんな感じ。いやけどこう見てみるとめっちゃやったなぁ。寄り道もかなりしたけどさ、おそらくこれ中盤でもだいぶ最後の方ですよね、おそらく。まあちょっとね、どれだけあとストーリーが残っているか初見なんでもちろんわかりませんけどっていうかさ、ついこの間発売したばっかりだからさ、まだわかんねえけど、まあとりあえず手探りの状況でやっているんですが、まあ今日の動画の内容としましては、30時間から40時間程度プレイしたっていうところで、まあそこを踏まえて感じたことであったりとか、思ったこととか、そういったところをですね、皆さんに共有させていただければと思っております。ですので、ぜひラジオ感覚で聞いてください。はい。まあそんな感じかな。まあそんなところで、ざっとね、まあ感想を話していきたいわけですが、まあ率直な感想としましてはどうなんでしょうね。まあ個人的な見解としては、まあストーリーはね、いいんじゃないかなと思いました。なるほど。これっていうのは、まあ約30時間が40時間になって、まあ改めて分かったことではあるんですが、ストーリーはね、とてもいいと思うよ。で、特にね、ムービーがめちゃくちゃ多い。今ね、30時間か40時間プレイしてるんだけど、多分ムービーだけでね、どんぐらいだろうな。3時間から4時間ぐらいはもう入ってんじゃないかな。なので、思ってるよりムービーが多いなと思いました。まあさすがに5時間は言い過ぎだけど、4時間ぐらいはムービーじゃないかな。なので、プレイ時間の 10% ぐらいはムービーなのかなっていう認識。まあそういったところを考えると、結構その臨場感のあるイベントであったりとか、ムービーとか流れるので、やっぱり没入感っていうところは非常に大きいのかなと思いました。そう。なので、まあシミュレーションゲームってわけではないんですが、比較的ですね、ここの要素ってかなり大きくなっているので、まあストーリーもね、理解しやすいし、ストーリー自体もとてもいいので、まあそういったところはね、本当にいい点だなと思いました。まあストーリー悪いという人ってそんないないよね、ライザ3で。なのでそこのところはね、期待持てる内容かなっていうところを。で、それに加えて、まあストーリーのね、ボリュームっていうところなんですが、このゲームですね、とにかく長い。本当に長い。冒頭でも言ったけどさ、30時間から40時間やって、寄り道してて、なおかつ動画撮ってるとはいえさ、こんなに時間かかんのって感じなんですが。マジで。そう、長いよ。いい意味でね。そう、いい意味で長いわ。やることがいっぱいあるし、あとストーリーも長いし、で、こういった形でちょこちょこムービーも入るしさ、本当にいいゲームだなと思いました。なので、まあ、ぜひね、暇だぜっていう方には、おすすめのゲームかもしれません。結構時間泥棒的な要素があるから、逆にその、サクッとクリアしたいとか、素早くやりたいとか、まあそういったニーズの方はね、あまり向いてないゲームかもしれません。ただ一方でがっつりとやり込みたいとか、長いストーリーを楽しみたいとか、そういった方にはね、向いてるかもしれないね。なので割と両極端なのかなっていうところ。まあ、長いよ本当に、このゲームは。体感的にはゼノブレイド3と大体同じぐらいのボリュームかな。おそらくほぼ間違いないと思いますよ。めっちゃ長いから。いやけど、ゼノブレイド3と同じぐらいじゃね、本当に。思ってるよりやること多いからね。まあそういったところで、やり込み要素が豊富すぎて、もはや意味がわからないと。画面に載ってると思うんですが、まさにその通りで。長すぎるメインストーリー。そして、やり込み要素もたくさんあると。まあ、調合だけでもね、相当やることがあるからな。そう。まあ、これがね、醍醐味っていうところもあるんですが。おそらくエンドコンテンツも豊富にあると思っていて、かつ無料ダウンロードコンテンツ、さらに無料アップデート、で、さらにそれに加えて、有料アップデートによって、新たな地方の追加も予定されてるから、ここからさらにボリュームが増えていきます。っていうところを考えると、マジでこのゲーム集大成なんだけど、まあ公式もね、このライザのアトリエシリーズ、
最後になると、この3で。なので、この作品が集大成になるということですね。たびたび発信しておりましたが、マジで集大成の作品になってるわ。間違いねえな、これは。なので、まあそういった意味でも、まあ既存のね、ファンであったりとか、新規のファンであったりとか、両方とも楽しめる設計になっているのかなっていう、そういった認識。なので、誰でも楽しめる作品ではあるんじゃないかな。まあ、さっきも言った通り、その、時間がなくて、もうサクッとクリアしたいっていう方には向いてないけど、ただ基本的にはゲームが好きな方であれば、誰でも楽しめる内容だと思いますよ。まあ、ストーリー自体もいいし、で、やり込み要素もあるし、で、一番重要なのが難しくないっていう点。まあ、調合の仕組みをね、理解するのは結構めんどくさくて、かつ鍵の仕組みとかを理解するのもめんどくさくて、覚えることがたくさんあるんだけど、まあ、それは除いてもね、まあ、初心者にもおすすめの難易度になっていて、で、なおかつ、ストーリーをね、中心にこのゲーム、繰り広げられていって、で、特にムービーも多いからさ、で、ボイス付きっていうところもあるので、まあ、そういった意味でもね、ゲーム自体の初心者、普段スマホゲーとかしかやらないけど、据え置き機のゲームやらないけどみたいな人にもおすすめかもしれませんね。それでどこを集中的に、かつね、太ももゲームってこのゲーム一般的に言われているんですが、ただ男だけじゃなくて、多分これ女性もね楽しめるゲームじゃないかなと思いました。生き生きした。それなんだろうな、なんかその事前情報というかイメージかな、なんか太ももゲームみたいなライザの体がヤバすぎるみたいな、そういったところにフォーカスが当てられてるゲームではあるんですが、まあそれ以上にストーリーもいいし、かつ女性も男性もね楽しめるストーリーの内容になってるから、まあそこも非常に大きな点かもしれないですね。なんかそのライザのアトリエってイメージ的にはね、男性がやるみたいなイメージが、まあとても強いかもしんないんだけど、ただ普通に女性も楽しめるからさ、まあそこのところはねぜひちょっと覚えておいていただきたいですね。まあ、女性がねやっても全然楽しめるし、でなおかつさっきも言った通り難易度が低いからさ、そんなに難しくないゲームなんで割と楽しめると思いますよ。積むところってぶっちゃけないと思うからさ、まあそういったところもいい点かなと思いました。まあ例えば死ぬゲーとかだとさ結構人選ぶかもしんないけど、ただこのゲームさ途中で攻略できなくて投げ出すっていうことはないと思うんで、まあクリアまではね、まあ時間がかかってしまうかもしれませんが、まあのんびりとプレイしてもね、まあ80時間、90時間とかでクリアできると思うから、まあそういった点もいいのかなと思いました。まあ多分これのんびりやると80時間とか90時間とかかかるんじゃないかな。まあランダムクエストとか、ノーマルクエストとか、まあその他寄り道とかしてたら、ガチ初心者だとそんぐらいかかってもおかしくないよな。まあ本当にゼノブレード3と同じぐらいのボリュームか。ゼノブレード3もゆっくりやってたら100時間ぐらいかかるって言われてましたからね。まあそんな感じかな。まあそんなところで、まあ非常にね優秀なゲームかなっていう印象なので、ぜひねそこのところも覚えておいてください。であとですね、 BGM が豊富でいいっていうところで、まあこの動画だけだとあんまりね伝わらないかもしれないんだけど、BGM の数がめちゃくちゃ多いの。で、なおかつ無料アップデートでも今後追加予定。で、さらに有料アップデートでもなんと、確か1000曲ぐらい追加されるんじゃないかと。なので、曲の数とか BGM の数がね、めちゃくちゃ多いので、まあそういった意味でもね、音楽が好きな方、そういった方にもおすすめかもしれないですね。とにかく BGM が豊富なんですよね。これもすごくいい点だなと思いました。まあ、使い回しがね、いい意味でも悪い意味でもあんまりないみたいな、BGM の。まあ、そこがね、非常にね、印象に残った点かな。あと、マップが想定外っていうところで、まあ、これもね、いい点かなと思っていて、マップがね、とにかく広いと。本当に広すぎる。めっちゃ広い。多分これね、やった人にしか伝わらないんだけど、めちゃくちゃ広いです。え？こんなに広いの？みたいな。で、かつ、マップもね、複数あるからさ、大変なんだよな。だからまあ、これ、隅々まで探索しようと思ったら、本当にね、大変。メインストーリークリアしてからが本番みたいなゲームですよ。なので、まあ、調合の要素とか、やり込み要素っていうところも非常に大きいんですが、探索要素もね、非常に面白い点が大きいから、そこのところもね、いい点かなと思いました。本当ね、このゲーム、
マジでね、買ってよかったわ。なんかソフィーのアトリエね、あんまり、なんかソフィーのアトリエもやったんだけど、あんまりなんか印象として良くなかったからさ、なんかすぐ飽きたというか、あんまりなんか、ね、ハマった記憶がなかったので、ライザのアトリエってどうなんだろうなと思ったけど、なんか普通に面白くてびっくりしましたね。あとソフィーのアトリエとは全然違う。多分ね、前の感想動画でも言ってたと思うんですが、本当に全然違うから、まあソフィーのアトリエがね、微妙だった人も、おそらくこのゲームだったら楽しめると思うんで、まあそういった意味でもおすすめかもしんないですね。はい。まあそんな感じでしょうか。で、他にはね、言いたい点がいくつかあるんですが、やっぱり大きな点としましては、敵の使い回しが多いっていうところかな。まあこれはね、うすうす感じている方が多いかもしれません。そして歴代のアトリエシリーズでも、まあ同様の傾向だったから、まあむしろ違和感感じてないわっていう方が多いかもしれませんが、まあ直近のテイルズ・オブ・アライズと同じく敵の使い回しがねめちゃくちゃ多い。なんでさ、こういう系のゲームってこんなに使い回し多いんだろうね。なんか同じような敵ばっかり出てくるんですよ。で、その敵の色違いみたいな、あれ？なんかさっきもお前いなかったみたいな。で、色違いがやってくるみたいな感じで、なんかひたすらね、色違いを倒してるって感じかな。まあ良くも悪くもみたいなところがあるんですが、なのでなんか敵のバリエーションがもうちょっとあったら楽しめるんじゃないかなと思いました。マジでね、敵の姿が同じで色が違うだけみたいな、でやってくる攻撃が若干異なってるだけみたいな感じだからさ、なんか戦闘がね、まあ鍵であったりとかスキルの面とかアクションの要素が結構大きいから、まあ割と楽しめるんだけどさ、ただ敵があまりにも同じだからさ、そういったところはね、飽きが早くなってくるのかなと思いました。それなんだよな、戦闘もなかなか面白いのに、残念ながらね、敵の使い回しがひどすぎてマジで同じような敵とね、エンドレスで戦っていくみたいな、そういった感じになっちゃってるから、ちょっとそこのところはね、唯一ちょっと残念な点だったかもしれません。まあ、割とマジで唯一じゃないかな。他は本当にそんなにね、感じる点ってないからさ。まあ、あえて言うならそこぐらいかな、不満点って。まあ、他にもね、小さいところで言うと、任天堂スイッチ版であれば、割とフリーズする。まあ、普段のマップの格付きっていうところはそんなにね、見受けられないんですが、ただ、重い場所だとね、割とフリーズするから、で、途中でゲーム止まったんじゃないかみたいな。それぐらい長くフリーズする時もあるので、そこのところがねちょっと不満点かもしれないな。あと、ミニマップの拡大かな。マップの拡大とか移動っていうのはスムーズにできるんだけどさ、ただミニマップがね、任天堂スイッチ版の場合はなんと拡大縮小がねおそらくできないんですよ。まあできるかもしれないけど、おそらく俺のね調べた限りだとできないから、なんかプレステ版は一応できるっていう話が出ているんですが、残念ながら任天堂スイッチ版できないらしいんで、ちょっとそこのところがね、不満点というか、改善する余地があるんじゃないかと思いました。ミニマップが若干見にくいんですよね。まあ多分これね、任天堂スイッチ版やってる方であれば、結構感じている方いるんじゃないかな。多分いますよね。逆にいないっていうことはないと思うんですよ、ゲームやってて。だからミニマップが見にくすぎて、なんかでかいマップをちょこちょこ開けるみたいな。で、でかいマップを開けるのがめんどくさいからミニマップ存在するのに、確かミニマップあって、まあ、ありがたいっちゃありがたいんだけどさ、なんかちょっと見にくいので、もうちょっと工夫があればよかったなと思いました。それなんですよね、はい。まあ、逆にそこぐらいかな、気になった点は。はい。あと敵が本当に使い回し多いなさっきも見たんだけどっていう敵が多すぎるわ。まあ、ここはもう本当に仕方ないところなのかな。はい。まあ、そういったところで今日の動画一旦終わりましょうか。最後になりますが、まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録、そして高評価、ポチッとお願いしますね。おそらく、ライザのアトリエ3をやってる方であれば、チャンネル登録しておいて損はないかと思いますので、ぜひ気軽に登録をお願いします。そして再生リストから気になる動画見ていただければと思いますね。ではまた。だから、いちいち驚くなって。